不思議性の双子姫は日本のアニメ作品。及び、それを原作としたアナン・マユキによる同名の漫画作品。双子のプリンセスの成長と冒険を描いた物語である。テレビ、東京系列で2005年4月2日から2006年3月25日まで放送された。放送時間は土曜10時10時30分。BS ジャパンは 火曜18時55分から19時25分 ATX での初回放送は火曜10時10時30分2007年にはバンダイチャンネルキッズで2週間に1回4話ずつ無料配信されたまた小学館の学年誌や少女漫画雑誌チャオなどに連載されるなどメディアミックス展開もされたバースデー初のオリジナルアニメ企画として制作されたそのため 公式ウェブサイトの著作権表示は2003-07バースデーとなっている。ガング及びキャラクター医療はバンダイから発売されたが、当時の同社においては朝日放送、テレビ朝日系列で同時期に放送されていた。二人はプリキュアマックスハートを女児向けアニメ系ガングや医療の主力商品としていたため、小規模店では販売していないケースが多々あった。また、 文具メーカーのスポンサーが続編の不思議性の双子姫牛も含めてつかず、日本国内では文具商品は発売されなかった。広い宇宙を漂うコンペイト型の小さな空洞惑星、不思議性は中心に人工太陽を持ち、その内側に7つの国がある。ところが、ある日突然人工太陽の光が衰え、不思議性に異変が起こる。その光を取り戻すため、 太陽光を管理する、お日様の国の、双子の犯人前、プリンセス、ファイントレインが使命を受けて放送する。2005年11月29日、初版発行 ISBN4 から09から13269から、62006年3月1日、初版発行 ISBN4 から09から13303、X コミック版の、不思議性の双子姫、ラブリーキングダムは、 アニメと並行する形で、茶王に連載されていた。設定やあらすじは、基本的にアニメと同じであるが、相違点もいくつかある。学年誌の小学1年生にもコミカライズ版が掲載されていた。こちらは、山部真由が絵を担当。この作品を盛り上げる要素として、随所に双子姫のダンスを使用している。多多数のバリエーションがある。なお、 ダンスのパターンは作画担当が決めている。時間帯はすべて現地時間。DVD はバンダイビジュアルより2005年9月23日から2006年9月22日にかけて発売された。ありがとうございます。